応答願い応答願い、ネクストホープの小川が担当する。阪急川西の瀬口より北へバスで15分、清和台東町2丁目に建てられて48年経過したマンションに何者かがリノベーションしたという情報を入手した。ここで我々が見た光景とはいかに。それではみんなで見に行こう。玄関の扉を開いたコバは驚愕した。新井浩二一式、洗面化粧台洗濯パン新調、システムキッチン新調、キッチンパネル新調、モニターホン新調、クロスすべて張り替え、フロアタイル張り替え、畳襖張り替え、建具一部新調、室内一部塗装。至れり尽くせりの行いに対して建築当時の施工会社の竹中工務店も、過去のここに住んでいた売り主さんも知ったら喜ぶことだろう。さあ次回もみんなで見に行こう。ご視聴ありがとうございました。ここまではコバーが担当いたしました。毎日配信しております。